破局が報じられた坂口健太郎さんと高畑充希さんですが今回は未未弱と吉強星から鑑定をしています。まず相性診断の画面でお二人の名式表を呼び出しています。 2人の診断を実行ボタンをタップして相性を確認していますお互い調光用心を持ち合っておりますので相思相愛の関係でありますねまたお互いの勘合も3つありますので仲が良い関係ですここで気になるのはまず高畑さんが日中に用心を持っているということです 女性が日中に要人、つまり日人があるというのは、パートナーを告すことになります。また、右側の日種の対比では、高畑さんが坂口さんを支配する感じになっています。今の愛称診断の結果を頭に置いて、それぞれの名刺表を見て鑑定をしてみます。 まず、高畑さんの名式を表示しています。2019年8月の名式表が表示されていますが、大運が切り替わる前の状態で表示されています。大運切り替え前は、中心性召喚になります。ここで大運のタブをタップして、身を未弱を確認しています。 高畑さんはは季節により身,を身,は身です。また中心性も召喚ですので身を身中心性の身をう弱も未弱で、えー、両方未弱ですので超未弱の状態ですねこの状態は。では名詞表に戻って鑑定日を2020年2月に書いてみます。 中心性は変異になります。ここで「大運」のタブをタップして「未央未弱を確認していますすると中心性の「未央未弱は「未央」となり季節の「未弱を中和して「超未弱の状態ではなくなります名式表に戻って「 確認すると先ほど言った通り日中に要人つまり日陣がありますしかも名式に「中」が2つもありますこの強烈な2種類の吉祥星の作用は2019年8月の大運切り替え前までは超未弱であったので ある程度抑えられていたのではないかと思いますそれが2020年2月には中心性が未央の星変異に変わって抑えが効かなくなったのではないかと思いますでは一旦相性診断の画面に戻って今度は坂口さんの名指標を確認しています 2020年2月は中心性製剤になります大運のタブをタップして未用未弱を確認しています季節による未用未弱未弱で中心性の未用未弱も未,未弱で、えー、合わせて超未弱ですね坂口さんはでは名七に戻って吉強星を確認します 2020年の年運のところに、要人と、それから、中があります。要人と中が重なっている場合は、もともと中は衝突の暗示ですが、これが非常に強くなります。喧嘩であるとか、衝突というのは非常に要人にもよって強められている、そういう状態になります。これを 先ほどの高畑さんのことと一緒にまとめるとまず高畑さんもともとパートナーを告す「日人があるが超微弱で抑えられていたとそれが2020年は超微弱が中和されて抑えが効かなくなったまた坂口さんは2020年になって吉祥星に「用人」「中」が重なり衝突の暗示が非常に強いです、また 身を未弱は超未弱のままで高橋さんの支配がより強烈に感じられたのではないかと思いますつまりそれまで何とかギリギリ均衡が取れていた2人の関係が2020年に高畑さんの超未弱が消え坂口さんに衝突の暗示が強く出て結果破局になったのだと思います このように念運血管運や大運だけではなく見よう見弱や吉祥防止を分析することでより深い鑑定がすることができます。今回はここまでです。